クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さてそれでは今回はフットボールマネージャー2024、怪我がとにかく多いので怪我を防ぐ方法というのを僕なりにやっているところを紹介させていただきたいと思います。まずはトレーニングのところですね。ここの休養設定というのが上のタブにあります。カレンダー、スケジュール、ユニット、試合準備、メンタリング、個別、休養ですね。ここを押すと、選手の疲労度合いによってどんなトレーニングをしているかというのが見れます。一番元気な時に普通のトレーニング強度、少し弱ったら半分の強度、半分まで弱ってきたら半分の強度とか、まあいろいろこのあたり設定できるんですが、これだいぶ僕下げてます。基本的にはちょっと弱ったぐらいやったら普通のトレーニングとか、まあ、これもただコーチによってもしかしたら設定は変わってくるかもしれないんですけど、まあ自分なりに設定する上で、めっちゃ弱っててもまだそこで半分の強度トレーニングとかをしてたりするので、ここをもう、半分だったらもうトレーニングしないとかっていう風に極端にチームが弱ってきたりしたらするのもありなのかなと、思ってます。僕なりのあくまで価値観なんですけど、基本僕はサカツクとか、ウィニングイレブンタクティクスですね、あれがまあ人生で一番好きなゲームなんですけど、そういうのをめちゃくちゃやってきた中で、その弱いチーム、今このチームは J3 のチームなんですけど、弱いチームってトレーニングで選手が伸びてくるっていうのがあんまりないんですよね。まだこのフットボールマネージャーに関しては僕復帰勢なので最近の状況わからないんですけど、僕なりの価値観で言うとトレーニングで選手が伸びてくるっていうのがちょっと少なく感じているので、そういう可能性が、基本はもうトレーニングの量は下げると。ただ、トレーニングを完全にやめてしまうと、この習熟度ですね、戦術に対する習熟度が下がってくるというか伸びないですね。ので、トレーニングある程度は入れておきたいなというところ。ただ、まあ選手が怪我するところまで行ってしまうと、今回一人怪我してしまったんですけど、そこまで行くと、すごくリスクが高いので、怪我を防ぐっていう意味では、このトレーニングを下げるのは一つ、考え方としてありなのかなというふうに思ってます。で、医療センター、ここを見ると、選手の名前がそれぞれ並んでて疲労度合いが出てます。疲労していない、疲労していないというふうに紹介されているのに、右側を見ると故障リスクが高いというふうに出ます。で、試合による疲労、それから試合間の低下、これちょっと驚いてるんですけど、出てなさすぎても怪我するんかなっていう、ちょっと、理由はわからんのですが、まあ、こういった文章が出てると。で、これどうするかというと選手の入れ替えですね。試合中に妙な指示が出る時があると思うんです。提案っていうのかな、コーチ陣から、始まって5分10分しか経ってないのに選手交代しませんかっていう風に出たりして、でそれをよく読むと足に違和感があるとか怪我の可能性があるから自分から下がりたがっていますとかっていう風に書かれてたりします。なのでまだ始まって5分や主力選手だから下げたくないとか、サポートがいないから下げたくないっていうのはあるんですけど、怪我のリスクを避けるという意味ではああいった指示を聞いていくのもありなのかなというのが一つのところです。そしてスタッフ、ここも重要で、スタッフの医療スタッフ5名っていうふうにうちなってます。これが1人だったり2人だったりする時もあるので、ここをまあ見て、でこの右のところですね、うちちょっと募集しすぎたんで申せないんですが、チームスタッフはここで募集かけることができます。それぞれ、採用アナリストを増員、これまあスカウトチームですね、それからコーチの方でもセットプレーコーチとかそれぞれ追加ができるので、医療スタッフ、これはまあ主にはサカツクとかのイメージだと怪我からの復帰が早かったりっていうイメージ、ドクターいないですねそんなことあるんかな、怪我からの復帰が早いとかっていうところかなと思うんですが、本当にこう1000項目ぐらいあんのかなっていう、めちゃくちゃ押すボタンいっぱいあるんで、もう自分なりのまあ位置づけでこれはああかなこうかなって見ていってもいいですし、まあ、細かくはね、あのカーソル合わせた説明ちゃんと書いてくれてるんですけど、まあ読んでたら進まないから、まあ自分なりの感覚でやってるところです。さあそしてもう一つ見ていただきたいのがチームプランナー。ここを見ると今のチームの、フォーメーションが出ます。でそのポジションにどれだけ選手がいるかというのを見ることができるんです。例えばですけど、ここポジション1人しかいないので、まあ、この部分を、
増やしておこうと。そうするとまあ試合中に交代もしやすいですし、まあ試合前の提案とかを飲んでもいいのかなと思います。でここの見方で気をつけないといけないのが、このオレンジの選手が入ってたりします。こうパッと見たら、あ、3人いるんだなって思うんですけど、これ2人しかいなくて3人目の選手、これは、視察とかした時にそのままあリストに入れとこう、この選手いいからと思って入れてしまうと、彼は特にこのうちのチームに契約したわけでもないのに構想の中にも入ってしまいます。で各マネージャーとかコーチとかも普通に進めてきます、入れてます、この中に。でも実際には存在しない、あのチームにいない選手ですね。契約しなければいけない選手なので、ここはもうあの気をつけないといけないかなと思います。あくまでもこの白い選手、青色が遺跡とかっていう風に紹介されてるところもありますね。青色選手ちょっとうちいないんでまだわからないんですけど、そしてトレーニングが、トレーニングの習熟度ですね、が浅い選手とかがいるんですけど、これって、まあもちろんトレーニングで上げていくこともできるし、このバーを押してもらうと、このポジションですね、サイドバック、それぞれそこでどういう役割を果たすかっていうのが載ってます。その役割を変えるだけでもバーがちょっと伸びたんわかるかな。わざとじゃあちょっと全然違う役割にしてみようか。バーが下がってると思います。習熟度が。ここが、うわ、この選手せっかく能力高いのにマッチしてないなって、思わずに、こうしてほら、ちょっと伸びた。伝わるかな。ここでも習熟度上げることができるので、まあ、作戦にマッチさせることができるっていうのかな。ので、まあ、トレーニング量が減った分は、ちょっとこのあたりで補っていくのが大事かなと思います。それから、うまくね、ちょっとさっきから出ないんですけど、こうどんどん進めていったときに、もちろん、この、まあ、あんま読まないですけど、受信、基本メールを読むゲームになりつつあるんですが、いろんなまあメールが来たり紹介されたりするんですけど、そこから漏れた内容っていうのが稀にあって、あ、ここですね、ちょうど出たね。受信箱の部分じゃなくて、チームを押すと、この進行の下のところに新たな、アドバイスが届いていますということで、チームスタッフから、いろいろ提案が上がってきます。ここをクリックすると、まあ、今回は、マサヤ、渡辺のために作成した個別トレーニングが非常に効果的で大幅に成長を見せていますという、まあ、報告だけなんですけど、ここ多いのが採用の指示とかもよく出ます。先ほどのスタッフですね。例えば医療スタッフが抜けてたりとかした時に、医療スタッフが抜けてます、採用しますかとか、多いのはスカウトですね。スカウトが足りてないので採用しますかとかといった指示が出てたりするので、ここを見て、まあ、確実にスタッフが充実した状態ですね。全然いないまま進んでたりも、うち今ドクターいないんですけど、そういったことがあり得るから、しっかりね、その選手周りスタッフの、サポートというか、充実をしっかり図っていくことが、まあ、怪我の対策の一つになってくるかなと思います。本当にね、こういうゲーム大好きなんです。こういうゲームっていうか、18年前にやってたんですけど、この、まだまだ、このゲームが、2D だった頃にめちゃくちゃハマってたんですが、日本語化されたということで J リーグも搭載、もう最高じゃないですか。でもやっぱりとっつきにくい。ほんまに3日間ぐらい心を無にしてクリックし続けることが、まずはこのゲームの良さを知る一つかなって、僕まだまだ全然分かってないんですけどね。あのモッドとかも皆さんいろいろ出してくれてて、日本語化してくれてたりとか、素晴らしい、数少ないメンバーで、紹介してくれてるのかなと思うんですけど、ネット上いろんな見ながらね、勉強していきたいなと思ってます。弱いんですけど、サッカーが好きだ、こういったゲームが好きだと、ウィニングイレブンタクティクスが好きなんですけど、こういったゲームが好きだという愛情でなんとか配信無理くりやっております。もしよかったら、また見に来ていただけたらなと思います。高評価チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。では今回は怪我対策、怪我人対策の動画でした。ご視聴ありがとうございました。
トリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。